こんにちは、ナフタロウです。シェルショック X6 を紹介します。こちらのシェルショックなんですが、カットハウス松下さんという静岡県浜松市にあります理容室のご主人にいただきまして、ありがとうございます。あのね、ナーフ好きのご主人でいらっしゃってですね、あの店内とかにあのナーフちょっと飾ってあったりですねすごく楽しい感じのお店になっておりまして、あと男前になりたい方はですね、ぜひですねカットハウス松下さんをご利用していただければと思います。あのこんなご時世ですんでね、あの事前に電話していただければと思いますね。カットハウス松下さんからいただいたシェルショックを、紹介したいと思います。こちら外観ですね、うん、おー左側は全然字が書いてないですね、うん、はい、こんな感じで、ではトリガーでマガジン式ですね。マガジン式、普通に手で、これを押すんだ。はい、こちらのボタンを押すとマガジンが外れるんですけれども、おお、これスプリングの威力かなんかでね落ちるような勢いですよね。で弾がですね付属で8発ですね。シェルカートですね、もう弾が入るカートも8本入っておりまして、こんな感じで弾をシェルに詰めましたら、こちらをですね、マガジンに込めますね。向きがありますんで、5、6発、これを戻してコッキングして、あとはトリガーを引くだけで弾が発射されます。うわっ、弱いこれは弱い。おお、かっこいい。おお、まあいいですね。おお、かっこいい。おお、かっこいい。おお、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 はっ、かっこいい。切った玉もですね、松下さんつけてくれまして、 X ショットのダーツをちょっと切ったやつですね、はい、短くなった X ショットのダーツをこんな感じで、はい、入れていって、なんでおお、弱い。おお、かっこいい。おお、かっちょいい。X6 でした、重量が 312g でめちゃめちゃ軽いですね。まあもらい物ですので、ちょっといくらかかったのかちょっと自分分かりません。はい、横 28cm、 縦 17cm で、まあ、ハンドガンサイズでお手軽なコンパクトさだと思います。初速がですね10とか 11mps で、かなり弱い感じがしますね。相談数6発で、とにかくカートの、排出ですか、そのギミックが死ぬほどかっこいいですよね本当にナーフの弾をちょっとちょん切って入れてみたんですけれども、ちょっとうまくいきますかね。おお、おお、ナフの弾
ちょん切ったやつも難なく使えるということが分かりました。このねカートの排出は本当に何だろうな、男心をくすぐりますよね。で今の時期ですね、お家で的にめがけてですね、あのこう打つのにはもうすごい最適なブラスターだと思いますんでね、あの見た目がかっこよくてカートの排出がめちゃくちゃかっこいいこのシェルショック X6、ぜひですね、買えるようになったら買ってみてください。はい、ということで合わせてですね、静岡県浜松市の、理容室であるカットハウス松下さん、ぜひ利用してみてください。それでは今回もご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイナロー。